こんにちは、 M コーポレーションのカズリンです、ね、本日はインウィンの PC ケースはなぜ頑丈なのかというところをですね、ちょっとフィーチャーしてご紹介していきたいと思います。よく PC ケース見ていただきますと、このような筋ですとか、折り返しっていうのをよく見るかと思うんですけども、このような筋折り返しにもですね、非常に重要な意味があります。例えば単純に何も折り返しも筋も入っていない、鉄板をですね、工作用紙で表現しますと簡単にたわんでしまうんですね。こういうことになってしまいますと精度が取れないのと PC ケースそのものの、強度が保てません。で、逆にですね、このように、折り目、筋みたいなものを入れますと PC ケースそのものはほとんど歪まないという効果があります。なのでインウィンの場合はですね、このような、筋ですとか、折り返しというものを非常に効果的に使って、PC ケースの強度を保っております。そしてもう一つですね、インウィンの PC ケース特徴がありまして、無駄に厚い鉄板を使わないということで、厚い鉄板を使いますと確かに頑丈にはなるんですけども、重量が重くなります。そうしますと、実際に使うお客様にとってあまりいい利益ではないですね。なので、例えばこういう折り返しですとか、こういった先ほど申し上げた筋を効果的に使うことによって、適切な鉄板の厚さでたわまなくするということをインウィンの場合は、行っております。このようにですね、インウィンの PC ケースの設計製造については、豊富な経験と知識に基づいた、設計製造を行っておりますので、産業用向けでも安心してお使いいただけます。ぜひよろしくお願いいたします。